こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ヨーグルトですね。レーズンヨーグルトです。でウインナー、焼きウインナーというか炒めウインナー、焼きウインナーかな、これやった。でだしオムレツ、これ LL2 個分ですけど、もう2個分 LL4 個分あります。それと千切りキャベツですね。千切りキャベツ、白ご飯。はい、体重です。肝心の体重が何キロになっているか、さっきちょっと予備で測ったらだいぶ増えてました。お腹が柔らかくなってるっていうことは、大腸と小腸が炎症してるのかもしれないんで、その分増えてるのかもしれませんが、まあ 500g、 下手したら 1kg 前後するのは当たり前のことなんで、気にするだけ無駄ですね。体重 55.8、体重 55.8、500g 増えてんのかな。体重 55.8、 体脂肪率 9.3、 こっちの方が大事ですね。基礎代謝 1361、 内臓脂肪レベル1、これも大事ですね。筋肉量 48.0、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 55.8、 500g 増えてます。体脂肪率 9.3、 これが大事です。内臓脂肪レベル1です。はい、もう一度、ブドウレーズンですね。レーズンヨーグルトです。ウインナー焼き、焼きウインナーですね。手切りキャベツ、手切りキャベツ、だしオムレツ、白ご飯。以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。